はい、自転車のパーツですね。まずこれ、ドリンクホルダ ー, ここですね。ここに、ネジがあるので、これ外してつけていきます。はいいけどサイズどれ全然ちゃうやん。これか、これだ。ピンポーン。痛いのにしてね、締めましてね。っていうかこれ締めづらいね。いいよ。うん、いかん。ちょっと汎用性の高いやつじゃダメだ。ちゃんとしたやつですからやりづらい。ガッチリ止まったね。はい、これで OK。 はい、ガッチリ止まりました。よし、これで外れない。で、これにあとは泥よけん、これをね、外しましょう、ね。インチキのドリンクホルダーですこれね、大工さんなんかがよく使ってるあのビス入れって言われるやつですね。まあ、これ腰に吊るしてね、走ってても多分いいんでしょうけどね。こういう風にね、ここにね、つけて走ってもドリンクホルダーとしてなりますから ね、使い道はまだあると。で、問題これですよ。これ、付け方としまし、いたしましてはと、こうして、ほっ、あよっ、あよっ、ほい、滑ったみたい。ミニベロちゃんに入るのかしら。入った、入った。あ、こう、こうね。あ、なるへそ、こうね。あはあ、で、本当にこう、これ立っとんの、これ。あ、こうだね。うん、うん、これで OK。 うん、取り OK、 取り付け完了。うん、うん、これで十分でしょね。これで、背中に、泥汚れがつかなくなったと。はい、装備完了。はい、ドリンクホルダーがつきました。で、ね、はい、羽もつきました。ね、泥汚れですね、がつきましたということで、これで、じーっとは快適に走れるのかなと。あとはね、このシートだね。シートだね。クッション性は悪くないんですけどね、やっぱこう、おけつが痛い。ということで、何か対策をしないとダメでしょうね、これ。はい、以上。まずは、ここまで。はい。で、キックスタンドは、また後ほどつけます。はい。ではまた。